イギリス人の考える中国共産党という意味ですね。はい。ってまいりました、これね、非常に面白かったですね、テレグラフ、デイリー・テレグラフ、ありまメリね、イギリスの保守党向け、コンサバティブ向けの雑誌とか、新聞社なんですけど、ここの外交部のデスクの方が、ですね非常に面白い記事を書いておりました意見記事ですあえてこう出したと。 これはちょっと皮肉聞いたところがあります、ねはい、<laughs> やっぱりイギリス人なんで書き方がね、まずあの先週ちょっとやりましたけど、はい、中国のね、はい、あの国家安全法とか、ああいうことに対して、はい、53カ国が支持したっていうのをやりましたね、これ、はい、ちょっとこれ、覚えておいてください、ね、<で>はい、この53カ国の図もね、あのー、出しました、一応これ、国名を出しましょう、はい、ここにね。 53か国が支持というところで、はい、皆さん、このリスト覚えてますかそうです、ね、これね覚えるって言ってて言も まあ知らない国ばっかりだと思うんですよね。ほとんどの人は。<laughs> いやメジャーなの,のがいるじゃないですか。メジャーなの,のだけ。ちょろっと覚えてほしいんですけど、まあ第三世界ですよと。アフリカ多いですね。はい、アフリカ中東とかまあ、はい、基本独裁ができちゃうような国ですよね。はい、民主主義がない国ですよね。はい。はい、でこれについてそのデリテレグラフのねあの記者がデスクのね、はい、人が言って 今回の、ね、今回覚えなきゃいけないのは、っていうことですねデイ・テレグラフの,このアンブロース・エヴァンス・プリチャードという国際部のデスクの方、イギリスは北京にどう対抗していくべきかっていうのを、今回のほら香港案件を踏まえた上でで、すね、うん、その戦略を、うんえー、指南した内容の意見聞いてくてさい。はい でえー、第一に、このアンブロさん、何アンブロさん、えっ、はい、と、プリチャードさん、うん、何を言ってるかというと、うん、第一に覚えておかなければならないのは、今回、うん、北京側についた53か国、はい、中国抜いたらどうかと。 はい、北朝鮮以下のそこに書いてあるじゃ、ねはい、出てます五、ねはい、53か国、ど、はい、んだけ多く G D はい、GDP をすべて合わせても、世界のたった4%にしかいかない台体制国家<っ>と、<laughs> 確かに言われてみればそうですよね、はい、リッチな国ってほとんどなくてですね、<う>はい、やっぱりこれ、民主主義で、うんあの、金ちゃんと稼いでるとか、法治国家じゃないと、やっぱ、商取引ってできないじゃない、うんはい、やっぱこういう、このルールを破るとか、納品、ね、を、ね。 ちゃんと守るとかさ、はい、そういうイメージのない国ですよね、<laughs> 納品ほらあの、えー、4%だよな、うん、確かに4%しかいかない独裁体制国家だというふうに言い切ってます、はい、あれは。はい、で、G20 で、この方も前回思ったんですけど、うんはい、G20 で唯一入ってたのが、あのモ,ハンモハンマード・ビン・サルマンが、はいはい、統治している、率いる、サウジアラビアですよ。うんはい ぐらいじゃないか、ということを言っております。中国を抜くと4%パーしかない。そうです。中国は16%パーぐらいあるんですか。そうすると、まあ、まあ、全体で、全体で二十ってことですけど。はい、であの、今回の香港で、まあ、今回香港の件ありましたよね。北京が、やっぱり世界にアピールしたの。あ、われわれが、いかに、その。北京の。 体制の下にって、北京が影響力を上げたらどんだけひどい世界になるのか見せてくれるとまさにこういう言い方イギリスっぽいなって感じですねで、これでいきなりまあ北京はね、今は経済的な状況も世界の状況もあるわけですからコロナショックでいきなり世界のトップに踊り出そうな雰囲気はあるよねとだが、そうは問屋が下ろしませんよってこの方言ってるんですがなぜかというとこれルルトワックの言ってる通りまさにその通りで物事は 結局国力のそういうい出方とか一直線には必ずいいかないわけです例えば、もうすでにここで、えー、中国はピークを迎えてるからだって言い切るんですよ、それ何かというと、はい、あの李克強がまあそもそもこれ200、うん、2008年、2009年ぐらいから、うん、もうすでに一回中国の中でスタディグループをやっててて、うんうん、そこで、いやこれなんだかんだ言ってもうピークを迎えちゃったら俺たち世界ナンバーワンになれねえんじゃねえのっていう報告書を昔書いてたし。うんはいうん 今実際、中国はいわゆる中所得国の罠ですよミドルインカムトラップっていうんですかねあれになってリッチになる前に急激に高齢化していっということをこれはあるとこも指摘するところなんですけどハイテク分野ではセミコンのメーカーがないので制裁に弱いし台湾の TSMC でしたっけ。 あそこも今、アメリカ側にね、つくことを決めましそうですよ、なので必死にもがけばもがくほど、周辺国にも復讐されてるじゃないですか、インドが今、TikTok とか、50何個のね、この番組でもやりましたけど、TikTok の使用禁止とかいうことをやってる、しかも労働力が、農村の方から出てきて、出稼ぎに来てる労働力は、今、ほとんど縮小開始してると、コロナでね、使えないというのもあるし、そうですね。 あれだけの人口があるからっていうのと、まあ、自国内に、えー、植民地があるみたいな状況だったから <laughs> うう、ね、奴隷みたいな形で、ねはい、連れてこれたっていうのも。はいあの 低価格でできたというととい、はい、なので、えー、この、えー、エヴァンス・プリチャードさんが提案しているのはですね、うん、民主制国家たちがこういう現状を踏まえていくと中国がすでにピークアウトしてると、はいる国力、これからも落ちていくしかないんだということを踏まえるとですね、はいうん、民主制国家たちが少し我慢して、うん、まあちょっといろいろ大変だけど、うん、お互いに連携して我慢,我慢して耐えることがもう少しできれば。はい 世界覇権をとにかく中国,中国は世界覇権達成できないから、うん、どっかで限界を感じて少しこうげん後退していくだろう、うん、だそれまで時間を、えーまあ、も,うもう少し時間を稼げとそう,、ねはい、そういうことを言ってるこれあのイギリスらしいというか戦略論を言ってるなと思いますねこれもうだって、はい、中国って確かに世界2位だけど世界に誇るブランドって作れてないもんねまあ、まあまあ、チンタオビールぐらいですか。

イクオーちょっとその、うんね、もう今ね、すごいソフトバンクはいろいろ導入したりとかしてますけど。うんうん、アリペインもそうだし、あの、何でしたけど、<う>顔認証のやつを、なんか東京ドームに入れるとか、<う>今日ニュース言ってましたけど。あれ結構やばくないですかって話です、ね。そうだし、まあ、あの、そもそもの研究開発費を、はいうん、あの。た、他の。 会社が研究したものを盗んでそれをもとに作っていってるっていうのはシスコのやつをねファーウェイが盗んで今裁判になったりとかもずっとしてたわけじゃないで完全に証拠を上げられちゃってたわけじゃない翻訳ミスをそのままマニュアルに使ってたりとかしてるわけだからそういったところをそのままやってるわけですからだからそういう。 ぐらい盗みをやって成長したところでね、はいあのー、自分たちのブランドっていうのはできてないんですよね、えー、だから、まだ韓国の方がサムスンってブランドできてなですよね。はい、LG もできたしヒュンデンもできたし日本人からしたら、はい、ええっていうブランドだけどアメリカではあれ日本のブランドよりいいブランドになってるからねサムスンな,でなぜか富士山がバッについてるていうのに。 日本のテクノロジーっ,つって<笑><笑>言われてるこれね、はい、あの僕がやっぱり注目したいのは、この中所得、うん、国の罠っていう、はい、こミドルインカムギャップっていう国ですよね、うんあの、中国、まああの、中国以外に東南アジアの国が一時期、そういうふうにあのトラップしたっていう、あの大体経済が発展している国が、国民の一人当たりの年収がで100万円、日本の円でいうと大体100万円ぐらい。うん あのアメリカでいうとまあ1万ドルってことになるんですかね、はいうん、その辺に達するか達さないかで、あのかなり経済がこう落ち込んでしまうっていうパターンがありますね、人件費が上昇したりとかして、ね、なかなか発展していけないっていうところ、はい、でこれは中国はまさにこれから、ここにぶち当たるんじゃないかとそうですねっていうことをやっぱり言ってるっていうところは、非常に僕あの、なかなか鋭いところ見てるなと思いましたね、はい、あと、ちょっと1回エアコンとかね、うん、そういうの使い出したら、元戻れないから、はい、やっぱり。 そこで不満がたまるんじゃないかという気もしますよね、中間層というか、うん、まあ100万円ぐらいの、ね、所得の人たちは中間層というか、ど,どこが中国の中間かわからないです、ね、まあまあまあ、ちょっとね、はいうん、あれですけど、はい、まあこれ、結果的に僕はね、この意見の,あの方向性としてはこれ、確かに正しいなと思ったんです、うん、ただ、これあの、いわゆるルトワックの言ってる、先ほど書かれてたもう鋭い方、書いてましたけど、やっぱりディシプリンの話なんですよ。はい 耐えられるかどうかとか、その時間稼ぎできるかどうか。うん、それと、その民主制国家同士で、やっぱ手を携えてですね、中国のま封じ込めまではできる。か反対チームね。はい、反対チームね。この反対チームも、ちょっと問題があってですね。うんえー、実際、まだ一枚岩に慣れてないです。同盟作れてないんです。そうですね。はい。で、あと、これ問題は、うん、やっぱここからね。すでに韓国とか、抜けちゃってるわけですよ。はい 韓国の名前がないです、ね、中国側に、はいえー、ついてるわけでもないけど、うん、投票を棄権してるマレーシアとか、うん、インドネシア、フィリピンベトナムっていうのもあるしあとそのヨーロッパでもポルトガル、ギリシャイタリア、スペインっていかにも。 ディシプリンがないやつらっていう感じが <laughs> 南の国、南の国、ディシプリンないよねっていう感じがしますよね、<laughs> そういう国はこの反対チームからすでに抜けてるっていうね、はいはいであの、僕、ここで説明したいんですけど、ルトワークがその、うん、じゃあ、ディシプリンって彼にとってはもうその国家が持つべき最,最高のものだというふうに、あの一番持たなきゃいけない能力だってルトワーク自身が言ってるんです、ね、これは本当に僕もその通りだと思うんですよ、ね、ょう、はい 政治家が中国側から言われて、いまあ、ほいほい金もらってね中国側にデータを渡すとかね、はいはい、ディシプリンなさすぎでしょう、あの、うん、ディシプリンって何かというと、まあ、日本語訳すると僕もちょっとね、これ翻訳するときに難しかったんで、うん、一応二つ訳をつけました、うん、でそれは何かというと、規律、うん、それと、えー、忍耐力ですね、うん、はいここですよ、はいあ、でも書き込みで、矜持っていう。

うね、そうですね、ここだけは譲らないというか、原則、原理、原則をしっかり持って、それに対してしっかりその、うん、物事に対処していく、まあ、一つの根性とも言えますね、ちょっと古い言葉だと、うんはい、根性です、矜、ま、持、あ、ね、これ、ルトラク、どこからこのディスプリンという言葉を出してきたかというと、これ、何度も言ってますけど、大戦略を今まで一度も、えー、1815年から一度も一応間違っていないイギリスですね。は、うん、はい、はい、はい で、これイギリスは。ブリカスと言われようと。そう。イギリスはディシプリンがある。ディシプリンをずっと持ってきましたね。ね貴族の誇りがあるのはね。ね、で、戦争で勝つために、例えば、嫌な同盟でも我慢して飲むとかね。我慢して組むっていう。うんうん、で、例えば、えー、まあ、第一次大戦、第二次大戦そうですけど、世界大戦において。二度、ドイツを打ちまかしてるんですよ。イギリスは。はいうん、で、自分の敵をまずドイツだっていうふうに、見極めた上で。うんうん、ドイツを潰すためなったら、何でもやるってことを、やってきて。うんうん フランスに領土はちょっとまあかなり分け与えあの革命とかやってくるやばいロシアにもまあ一応鼻をつまんでですね、まあ、しょうがないからってことを組みあの自分の元子分だったアメリカとは涙を飲みながらあいつらの進化になるという,うわあの嫌な気持ちがあってもアメリカちょっと来いよと一緒にやろうぜってことでアメリカいろんなとこで陰口聞いて,聞いてるのも分かってやるとひたすらドイツを倒すというこの一つをコンセンサスにしてですね 自分のところの王様がドイツ人なのにもかかわらずドイツ出身なのにもかかわらず、うん、あの腐ってると言われようとも必死にドイツを潰してきたとこれですよね中国を潰すために、はい、韓国と仲良くしなきゃいけないのかね <laughs> <laughs> そういうまあそれは一つのそうですねいやそれディシプリンってつらいねつらいところはあるんですよそうなんですよ、うん、そうなんですそこなんですよもう本当この中立状態になってる あの韓国とかをね、はい、入れなきゃいけないのかとそうですよ嫌、はい、だなってやっぱ言ってる人いるじゃないですか<あ>でもそれを実際にイギリスはやったんですよ<の>、うん、これはあの,あの、ね、一応戦略系用語なんで皆さんもこのディシプリンって覚えてほしい覚えておい,ておいてください、うん、あのねえー、今日はダイエットやろうと思ってたから、はい、よ夜ジョギングして 思ってた人が夜ジョギングするのをやめてプシュッてビール飲むとしたら俺、ディシプリンないなとそういうふうに覚えてほしいなと。イギリスはありましたからね。えな俺と イギリスなんかだってフランス大使イギリスのロンドンのフランス大使とか呼んで毎晩パーティーしてるんですよあの時期に一緒にキャビア開けろワイン飲めとかシャンパン飲めみたいなことやってるっていう今の俺じゃん今の俺今飲みながらやってるの俺このディシプリンのないやつらがやりましょうよ皆さんこれですよ我々見直らなきゃいけない勝つためにはねそうチーパワーが やっぱりランドパワーに勝つためにはランドパワーの一番の脅威である中国をなんとしても潰すっていう気概をね、持って同盟をしっかり組んでやるっていうところはですね我々は手を携えてやっていかなきゃいけないんででですすすよこうううい話そね、場合によっては安倍さんがねマッコリを飲みながら説得すのかもしれないそれに日本史で答えるのかどうか知らないですけどね。 やっ,てや,ってやっぱりディシプリン重要だなと僕も本当に思いますねということです、はい、新しいのが出ました、米中、はい、激突のね、米、え、中、ー、20年戦争に備えるの,のバージョン5の音声が出ました、でね、でこれね、はいえと、もうコロナとフォースターニングの理論も、ちょっとあのフォースターニングが分かりづらいという人もいたので、フォースターニング理論を、えー、これ取り上げて、えー、はい、今のことを、うん。 解説しだからコロナが出てきたのもフォースターニングのにまに書いてました CGC が躍起になってきますよとそれからあと周平が動き出しますよとかロックダウンって言葉は使ってないけれども都市封鎖しますとかそういうふうな形でフォースターニング実は予測が書いてあったんですよねなので我々は米中激突しますよって話をするときにフォースターニングの話も今までやってきたんですけどちょっともう一度 フォースターニングをに焦点を当てて、うん、でコロナも当然焦点を当ててで米中激突のところも、ねあのー、合わせてね,ねだから今まで米中4まで聞いてきた人にも当然分かるし、はい、あとはフォースターニング初めて勉強したいなと。 いう人もここを知っときゃいいよというところを僕もスライドとかあるじゃないですか、非常に分かりやすいですね、本を読むよりも、これこういっちゃなんですけど、本を読むよりも、僕ちょっと悔しいんですよ、自分で翻訳しといて、こっちの方が音声の方が分かりやすいっていうのんど日本に当てはめた図表を作ったんですよね、今回。 ああそうそうだからこれフォースターニングってアメリカの80年周期説なんですけど日本の80年周期説をベッド作ったんですよねそうですそれがありますんで非常に分かりやすいというふうに思いますということで世の中ねいろんなことが起きてるというのはどういう点かということで一応これ期間限定でで後からですけれどもミレニアル 世代についての解説を奥山さんが音声で,で、ねはい、期間限定で、ねあのね、申し込んでくれた方には出しますので、えー、今後の中国、アメリカ、日本のミレニアル世代が世界を作るとうういうことがアメリカでは言われているわけですよねなぜミレニアル世代なのとミレニアル世代って何っていうのいろいろ疑問があると思いますの、ね、ですそれはもし聞いていただけたら、はい、と。 そうですね、だいぶまとめてますね、日本であんまり入ってきてないんですけど、フォースターニングおよび昔のジェネレーションでね、昔の古い本も含めて、ですねニール・ハウの新しい情報なんかも全部入れて、新しい世界がどう新しくなるかっていう話をしております、そうですね、冬の間に変わるね、世界をということですね。ということで、いろいろ今後起こることをね、凝縮して。 てますどの世代も生き延び方が違うんですよね、そうなんです、それをちゃんと書いてます、そうです、段階の世代は段階の世代の人たちの生き残りがあるし、僕とか奥山さん世代はどうするか、和也さんとかみたいな、ちょっと下の世代、ミレニアル世代ですけど、彼らはどうなるかということもあります。